空を見てください。こんな素晴らしい雲が、竜の形をした雲が、向こうには鳳凰が羽ばたいてるような形をした雲があります。ね、素晴らしいところですね、波照間島。まあね、今年8月が来ると63歳になります。63年間生きてきたわけですけども、いろんなことがあって、いいことも悪いこともいろんなことがあって今日を迎えております。でもね、こういう一日があると、一日とは言いませんね、こういう1時間30分15分でもいいですね、こういう時間がね、なんか残りの63年、62年、何ヶ月かの、仮にそれが自分にとって大変辛い人生だったとしても、こういう瞬間がね、自分の人生の中にあるっていうのは素晴らしいことですね。これで救われた気になりますね。人生はね、プラスマイナスゼロです。多分この、まあ、今日のこの一日があったおかげで、アイソスタシーのように沈んでいた自分が浮き上がって、調和が取れるんじゃないか。そういう人生を迎えることができるんじゃないかと。こればかりはね、死ぬ時になってみないと分かりません。どう生きたかなんつうのはどう死んだかです。ひょっとすると死んだ後に自分と関わった人たちがどういう思い出を私と共有してくれているか、それがおそらく生き様っていうものなんじゃないでしょうか。別にいいことばっかりしてきたわけじゃないし、精一杯頑張ったことが評価されなかったこともあるし、こればっかりはね、相対的なもんですから、自分がいくら頑張ったって自分よりも頑張った人がいれば勝負には負けるわけだし、だから自分の人生がダメだったとは思いたくないし、というようなことをですね、この夕日が教えてくれるわけですよ。多分ね、誰も見てないでしょう。私と関わった人間のほとんどの人がこの波照間島の西浜の夕日を見たことがないでしょう。人生にね、勝ったとか負けたとかっていう、そういうふうなのは、そういう言葉はあまり似つかわしくなくて、よく生きたかどうかでしょうね。考えることは、どうやったらよりよく生きることができるか。今までのこだわりを全部捨てて、新しい人生を始めるのもいいと思うし、実直に一つのことを最後までやり遂げるのも素晴らしいことだし、
全ての人には全ての人なりの千差万別の人生があって、一つも、否定される人生というものはないと思います。去年ね、教え子が一人自殺したんですよ。誰よりも早く駆けつけて死に顔を拝ませてもらいましたけれども、彼は何のために生まれて、何のために45歳、あ、45じゃねえな、42だな、42だ、役が明けたとかなんとかって喋ってたから42歳ですね。42歳で亡くなりました。俺もね、42の時ってね、いろいろあったんだよね。いいことと悪いことが1年の間に全部起こりましたよ。大変なんだよね、男の42って。でもね、自殺しちゃいけないんだな。やつの人生を否定するわけじゃないんだけれども、やつはやつなりに頑張ってきたんだろうけれども、聞く耳を持たなかったもんな。そこなんだろうな。夕日を見つめながら、いろんなことを考えている今日の私です。たくさんの教え子がいます。30年以上教員をしてきましたので、まあ自分が直接授業した生徒のみならず、部活で関わったとか、いろんな生徒たち1万人以上とは関わりがあったんじゃないでしょうかね。さっき喋った彼だけではなく、何人か自殺してるんですね。大抵がね、鬱です。鬱になって亡くなってる。自分を責めちゃいけません。逃げりゃいいんだよ。逃げれるんだったら逃げればいい。その場からいなくなって、それで済むんだったら別の場所で生きりゃいい。環境が変わればね、ガラッと状況が変わることもあります。今これ太陽が沈もうとしているわけなので、向こうが西ですよね。ということは、この向こうに台湾があります。向こうに見えているのが、かすかに見えてるか見えて、あの画像で行くと見えてないかもしれないんだけど、島影が映ってるんですけど、あれ、西表です。あの西表の向こうに、鳩間島があります。それでずっとこっち側、東側の方ですね。東側の方には、石垣島があります。いや、雲の形がまた変わってきたよ。面白い形になってるな。雲ってね、
大好きです。